まずは選挙に皆さん参加しましょう、一緒に選挙をお祭りにしましょうって感じですね。もうタンタラ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 ン、今日お昼ですね、東京都庁で記者会見してきました。このように東スポさんや各メディアの方がニュースにしてくれております。選挙フェス、まあ、選挙お祭りにしていこうということで、立花孝志がまた奇策、東京都知事選挙に13人擁立、30人目指すと17人追加でカオス必至というタイトルで東スポさん記事書いてくれてます。で、今日の模様もこのように写真をね、ポスターを飾ってる写真を出してくれてるのは、まあ、東スポさんになります。まあ、一般紙も取り上げてくれてましてですね、これ選挙フェスっていうのをどういう意味かっていうと、まずは選挙に皆さん参加しましょう、一緒に選挙をお祭りにしましょうって感じですね。もうタンタラ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 ンタ、踊るアホーに見るアホーってやつですね。同じアホなら踊れんねソンソンっていう感じで、踊ってる人も見てる人もお祭り参加してるようにですね、選挙って何か政治家だけのお祭りみたいになってるんですよね。でも半分ぐらいの人が選挙に行かないんですね。地方選挙、今だったら埼玉県の志木市っていうところで市議会議員選挙行われてますが、投票率たったの 30% ぐらいですよ。3人に1人しか行かないですよね。3人に1人は選挙行かないです。だからせっかく税金使って選挙をするんだったら、みんなで参加しましょうというところで、参加には少なくとも3つの方法があると。今回今日発表した13人が立候補する、残り17人、選挙に自らが立候補して自分がテレビに出て、NHK や民放、今回は東京 MXTV になりますが、民放に出て自分の考えを訴えるっていう、いわゆる立候補するというフェスへの参加、これはですね30人しか無理です。今回ね、我々30人が限界なんで、もちろん自分でね300万出して立候補する人は、全然やれるんですが、今回私が提案する NHK から国民を守る党がプロデュースする立候補は30人ということで、あと残り枠17人ということになっております。で、このポスターですね、ポスター形状がですね、まあ、これはですね実は約1万4千人、1万4千箇所のポスター掲示板が立ちます。で、このポスター掲示板が今回の選挙フェスの一番の目玉商品になってます。肝ですね。要はポスター掲示板、皆さんも見たことあると思うんですが、政治家のね、これぐらいの写真と名前が入ってるポスター、よく子供の頃から見たことあると思うんですが、あのポスター掲示板にあなたも自分の顔、あるいは自分の恋人、推してるインフルエンサー、まあ、私の飼い犬ですね、サスケ君とかですね、選挙ポスターにあなたの好きなポスターを貼って、しかも一つの掲示板に30枚貼れますから、30枚貼ってそれをインスタ、写真に撮ってインスタにアップする、 YouTube にアップする、 TikTok にアップする、そういう形でですね、これ圧巻です。これが一番今回の肝ですね。1万4000箇所にポスターが貼れます。一つのポスター掲示上になんと30枚ですので、これがちょっとね参考になる写真になりますが、こういう感じでですね、ポスター掲示上の約半分を独占できると。ちょっとこれ見づらいんですが、またこれ、次の日曜日、14日の日曜日15時に実物のポスターを作って立ててですね、デモンストレーションしますけども、とにかくこれ、いろんな人がこのポスターを貼ることができます。立候補できるのは、これは30歳以上の日本国籍を持った人、まあ東京都民じゃなくても大丈夫です。これは30歳以上しかダメなんですが、ポスターは小学生であろうが18歳であろうが17歳であろうが、まあ高校生でも全然構いません。動物でも構いません。いわゆる選挙に参加するっていうのは、あの選挙ポスターにポスターを貼るっていうこともすごく参加になるんですよ。で、ポスター掲示板には別に顔を出さなきゃいけないとか、名前を出さなきゃいけないっていう義務はありません。あなたがやってほしい公約、東京都知事にやってほしいこととかですね、そういった思いを書いていただいても構いません。もういわゆるつまり文字だけでも結構です。写真だけでもいいです。ね、投票に行こうという共通のですね、文字を入れていただければ、原則ポスターは自由に、公序良俗に反しない、他人の悪口を言わない、
あとはお商売にならないようにというものであれば OK です。つまり特にインフルエンサーがこれこのポスターすごい使えると思います。まだね駆け出しの YouTuber さんなんか最高だと思いますよ。なかなか YouTube チャンネル伸びないなっていうのであれば、私の公約、私が政治に期待することは YouTube で語っていますということで、自身あなたのあるいはあなたが推している、あなたがいわゆる応援している YouTuber の写真と URL、 いわゆる QR コード貼り付けてポスターを30枚ペタ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 と貼っていくと、それを写真撮るなり YouTube で撮ってですね、ネットで拡散するという方法で、まあ宣伝効果抜群なんで、選挙をフェスにしていこう、みんなで選挙に参加する、せっかく選挙というお祭りしてるんだから、あまり政治に興味がない、選挙に興味がない人もこの選挙フェスによってですね関心を持ってもらう、ね、東京都知事選挙もだいたいいつもちょっと多いぐらいかな、半分よりも 55% ぐらいの投票率なんで、 45% ぐらいの人は選挙行かないので、とにかく面白おかしくこの選挙に皆さんに参加してもらいたいというのが、この2番目のポスター、一緒にポスター貼りましょう。で1万4000箇所それぞれ、1万以上の、まあ最初は割引きますが、寄付をいただいた方にポスター掲示を貼ってもらう権利を渡そうと思っています。出来上がり次第ですね、いわゆるカゴに入れてもらう、カート、カゴというかカートに入れてもらう方式ですね。大田区の1の1番のポス掲示板を買いますっていうことで、カゴに入れて住所と名前と連絡先を入れて、そこのポスターを貼る権利を買っていただくことになります。今もう準備ができていまして、14日の日には運用できる予定ですので、立川市の 3-6 とかそういう形でですね、ポスターをいわゆるカートに入れて買っていただくと、まあ買っていただくというか予約いただいて、予約いただいた方には寄付のご案内を送らせていただきます。基本的にはだから1万円と思ってください。1万円以上の寄付をいただいた方にポスターを貼っていただくっていう形で、ポスターの貼る権利を、まあ、差し上げるというかね。で今調べてると、これ権利は1万円なんですが、ポスター自体は A3 サイズだと3万円ぐらいですね。で一番可能な大きなやつだと6万円ぐらいですねになる予定です。とにかくポスターを30枚もうドーンと貼るわけですよね。これを写真を撮って、あるいは動画を撮ってネットに上げるとすごくインパクトがありますから、そういう形でですね、選挙をお祭りしていくと。で最後3番目、政見放送で言ってほしいこと、ぜひこの動画のコメント欄に書いておいてください。もちろん全員のこと採用できないんですが、特に NHK の問題ですね、皆さんの、まあ、生の声が特に欲しいんですよね。私は NHK にこんなひどい目に遭わされましたっていうような実話をですね書いていただいたりっていうようなことが一番いいですね。一人暮らしを始めた時に NHK の人に扉を叩かれたとかね、怖いお兄さんがやってきたとか、あとはもちろん意見でも結構です。実話じゃなくても意見でも結構です。こんなのスクランブル放送したらいいじゃないかっていうような形でですね、この30人の候補者が NHK のスタジオで皆さんの政見放送で言ってほしいというコメントをそのまま読み上げます。その方が伝わりやすいと思うんですね。政見放送で皆さんが、国民の多くが感じている NHK に対する怒りをですね、ぜひコメント欄に書いていただきたいということでね、立候補する人あと17人です、探しています。そしてポスター貼っていただく方は1万4000人まで、まあもちろん1人で、10箇所貼りたいという方もいらっしゃっても OK ですので、約1万4000口になります。これは4月の14日から応募スタートしていきます。そして、政見放送で言ってほしいこと、 NHK に対する怒りご不満ご意見、 NHK の政見放送で流れますので、皆さんコメント欄に書いておいていただければ、こちらの、まあ、候補者と事務局の判断で採用させていただいて、それをそのまま NHK のスタジオで読み上げると。実名で読んでほしい人は実名書いておいてもらえれば全然構いません。もちろん匿名でも構いません。何度も言いますが、本当に NHK の集金人に脅されたとか、裁判をされて頭に来てるとか、クランブル放送すればいいとか、もうとにかくそういった、まあ、NHK の放送内容に対しての怒りとかでも全然構いません。コメント欄に入れておいていただければ、
採用させていただく可能性ももちろんあります。全員が採用できないことはご容赦ください。ということでね、選挙をお祭りにしてですね、まあ東京都知事選挙をお祭りにしていきたいと思っています。6月20日が告示日でございます。7月7日が投開票になります。まあ小池さんがね、3回目の知事やるのかな、立候補するのかな。でまあアメリカの大統領でもね、2期8年が限界ですから、そもそも9年目以降やるのがいいのかと思いますし、小池さん自身がね、いろんな学歴詐称の疑惑が上がっています。まあ彼女自身もね、全然公約ね、花粉ゼロとか通勤なんか満員電車ゼロとかってね、わけわからん公約出したけど1個もできてないんですけどもね、小池さんが出てくるかどうかも分かりませんが、我々は当選を目的とするのではなくですね、多くの皆さんに選挙をお祭りにして、多くの皆さんに選挙を楽しんでもらうと、そして NHK にお金を払わないことがいかに正しいことなのか、賢い人の知恵としてですね、 NHK をと戦う我々 NHK から国民を守る党の活動をですね、広めていきたいと考えております。以上です。 NHK をブラックオア。